はい、どうも、おはたみてみちゃんです。アニメや映画の不正コピーを防止するための海賊版対策の画面を通称、アンチパイラシースクリーンと言います。このアンチパイラシースクリーンはコピーガードやコピープロテクトとも呼ばれる本物の海賊版対策の画面もあるのですが、今回は創作された海賊版対策の画面を見ていきます。本日はディズニーのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。また動画内の英語等で書かれた文章は日本語に翻訳して読み上げているので、ある程度の世界観はつかみやすいかと思います。まずはディズニージュニアのアンチパイラシースクリーンから見ていきましょう。まずはディズニージュニアのアンチパイラシースクリーン。開幕から早速番組に異常が発生し画面がフリーズ。海賊行為はマスクツールではありません。テレビチャンネルの海賊行為は重大な犯罪です。ディズニージュニアはあなたのような犯罪者は見ることはできません。詳しくはディズニーのサイトを確認してください。テレビチャンネルを海賊版にするのは悪いことだよ。16年刑務所に入ることになるからね。そうなりたくなかったら。今すぐテレビの電源を切れ。しかしテレビの電源を切らずにいると制裁が下されます。せいぜい牢屋で楽しむんだな。ということで、ディズニージュニアのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはミッキーマウスクラブハウスのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはミッキーマウスクラブハウスのアンチパイラシースクリーン。ピタゴラスイッチ状態でピートが飾り付けをしているツリーが壊されてしまいます。そしてピート自身も破壊神になっていますね。全てを破壊し尽くした後、エラーが発生し画面がフリーズ。海賊行為はマウスケツールではありません。このディスクは海賊版です。 DVD やブルーレイのコピーは違法です。詳しくはこちらをご覧くださいと、恐ろしい顔のミッキーに警告をされてしまいます。しかしこのまま電源を切らずに放置をしていると、お前さ、ガチで言ってんの？俺言ったよな、 DVD プレイヤーからディスク取り出せって。なんでそれしないの？今すぐ DVD プレイヤーからディスク取り出せって。じゃないともっと大変なことになるからな。俺言ったからな。と、さらに重い警告がされてしまいます。そして、お前とうとう1000超えたな。これ最後の警告だからな。200秒以内にディスク取り出さなかったらジャンプスケアがお前脅すからな。だから今すぐディスク取り出せって。ミッキーだけでなくミニーも恐ろしい表情になってしまいます。そして警告通りジャンプスケアが流れます。お前のせいだからな。ということで、ミッキーマウスクラブハウスのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。次はミッキーマウスのファミコンのゲームのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはミッキーマウスのファミコンのゲームのアンチパイラシースクリーン。探索をしていると突然エラーが発生し画面がフリーズ。おやおや、君は誰にもこのことを気づかれないと思っていたようだね。そうだろう。でもこの一匹のネズミの話を聞いてくれ。悪いことは必ずバレてしまうんだ。海賊行為は楽しい魔法なんかじゃない。それは犯罪以外の何者でもないんだ。それも深刻なね。つまりだ、どういうことかというと、君にふさわしい場所を用意したということさ。そこでせいぜい自分の罪を償うがいい。そして制裁の時間が。ミッキーマウスはお前に満足していない。このカートリッジは海賊版だ。今すぐこのソフトを報告して正規品を買ってくれ。ということで、ミッキーのファミコンゲーのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはミッキーのスーファミゲーのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはミッキーマニアのアンチパイラシースクリーン。冒頭から著作権に関する注意書きがされていますね。そして企業ロゴなどが流れていきます。ディズニーのスーファミのゲームといえば、他にピノキオやアラジンなどがありましたね。始まりました、ミッキーマニア。歴代のミッキー作品をたどっていくようなゲームです。ミッキーのファンにはたまらないゲームですね。
ノイズが発生しましたが問題なくプレイできるようです。それではメニュー画面からゲームスタート。描かれていくオールドミッキー。今回の作品は蒸気船ウィリー。実はこの作品スクリーンデビュー作ではあるんですけれども、初めての作品ではないんですよね。蒸気船ウィリーの前にギャロッピングアウチョ、そしてプレーンクレイジーという作品が作られていました。どちらも素晴らしい作品なので興味があったら見てみてください。とここでゲームに異常が発生し画面がフリーズ。海賊行為は重大な犯罪です。今すぐ本体の電源を切ってください。そうしないと警察があなたの家に行きます。カウントがゼロになると、ということでミッキーマニアのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。最後はディズニーチャンネルのアンチパイラシースクリーンを見て本日は終わりたいと思います。最後はディズニーチャンネルのアンチパイラシースクリーン。番組を見ていると突然エラーが発生し画面がフリーズ。みんなごめんね、技術的な問題が発生しちゃったんだ、しばらくそのままで待っててね、とエレベーターで流れてきそうな音楽とともにエラー画面が出現します。指示通りそのまま待機をしていると、海賊行為はディズニーではありません。著作権法によりテレビ番組の海賊版は深刻な重罪です。詳細はディズニーチャンネルのページをご覧ください。今すぐテレビの電源を切れと警告をされてしまいます。しかし電源を切らずにそのままにしていると、おいお前耳聞こえねえのか。さっきも言ったけどお願いだからテレビの電源切ってって、じゃないともっと罰を与えることになっちゃうんだから、と煽り半分怒り半分でさらに警告をされてしまいます。ディズニーチャンネルは良い子のために作られたものであって、お前みたいなバカのために作られたもんじゃねえんだよ。今すぐテレビの電源切れって、じゃねえとお前一生見えることになるからな、とこのようにエラー画面がめちゃくちゃに口悪くなってます。エラー画面がブチ切れた先に待っていたものとは。ということで今回のディズニーのアンチパイラシースクリーンいかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっさみ。